はい、どうもこんばんは。沖縄おばばでございます。これがね、今日のお最後の配信になると思います。なんかね、うわーっていうようなニュースが一気にまあ出てくるんでね。えー、まあ、こっちの心臓も、まあ持つように頑張ります。はい。<laughs> すいませんね、もう本当に。はい、ええー、まあね、そんな中。 今日最後の配信は、まあ、二つあるんですけど、とりあえずね、一、えー、つずつご紹介いたします。一つは、あまあ、これね、えー、東証リサーチさんの調べかなはい。えー、いわゆるね、お父ちゃんですね。お父ちゃんが、ガンガン今増えてますよということで、 はい。ガンガンです。はい。4年ぶりに700件を超えたということでございます。お父ちゃんガンガン激増です。前年同月比比べ 24%? そのぐらい増えてます。はい、えー。とんでもないお父ちゃんの数でございます。えー、まあね、えー、簡単に言っちゃえば不景気なんですよ。はい。不景気なんです。はい。 えー、なのに、株価はあんなに上がってますよね。おかしいですよね。これどう考えても、わかりますよね。からくりはい。えー、まあ、景気がいい、景気が悪いにね、あんまり関係ないですから、最近の株価は。えー、昔はね、関係があったんですけど、今はないですからね。えー、海外の大口投資家が売ったり買ったりしているだけの話ですから。はい。えー、そういうことでございます。えー、で、 えー、日本の国内はといえば、はい、お父ちゃんが激増です。お父ちゃんが。700件超えでございます。ああ、いいのかなこれ、良くないでしょう。はい、お父ちゃんが増えればね、えー、失業者が増えるんですよ。で、えー、いろいろとね、えー、消費する予定だったものが、 消費できなくなるんですね。わかりますよね。えー、仕事がね、もし急に、えー、会社とお父ちゃんしちゃったから、明日から来なくていいよって言ったら、まあ誰でもケチりますよね。貯蓄を使ったりとかするわけなんで。はい。まあ失業保険でもね、全額もらえるわけじゃないんで、ケチりますよね。 はい。なので、どんどんと、まあ、不景気になっていく負の連鎖がもう始まっちゃってるということですね。でもってですね、えー、第一位、やっぱりなーっていう感じで、サービス業でございます。サービス業です。はい、あ当たり前なんですけど、サービス業が一番切られますよね。不景気な時は。 えー、例えばね、今まで、えー、まあ、ネイルとかね、えー、1ヶ月にいっぺん言ってたの、ちょっとね、今不景気だし、ま、物の値段も高いから、もう、いいや、あの、市販のネイルシール買って貼り付けとこうってことになりますよね。はい。そういうことなんですよ。 で、どん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 お父ちゃんが増えていきます。消費は悪くなるばかりです。経済はあ真っ逆さまでございます。はい。まあね、えー、そういう状況なんですよ。今、日本はね。はい。えー、経済があ、まあ、不景気だということです。で、もう一個、ジョジョです。もう一個のニュース、ジョジョさんですよ。これね、すごいね、 ゲセないんですよね。ゲセないです。ミュージカルのジョジョの公演が、あまあ、休演が長引いているということです。えー、休演すること自体が、これね、ありえないっちゃありえないことなんですよ。えー、もしね、えー、いろんな主要な役者さんですよね、具合が悪くなった時のために代役っていうのを確実に立ててあります。 こういった商業演劇はね、商業演劇の世界では代役は確実に立ててあります。何かあっても対応できるように。それが対応できなくなってるんですよ。まあ、あここではね、役者さんの安全のためにとか言って、もしかしたら舞台装置に何らかの、おー 不具合があるのかもしれません。舞台装置にね。え、いろいろありますからね。もう安定したりとか、あまあ、奈落とかね、ありますんで、えー、まあ、ね、こういった舞台装置の問題なのかもしれません。まあ、いわゆる電線不足ですよね。手っ取り早く言っちゃえば。 もしかしたら電線不足がミュージカルにも影響を与えているかもしれないっていうことですよね。まあ電気で動かしてますから、いろんな舞台装置ね。電線が不足すれば、そりゃあね、できなくなりますわな。はい。えー、なのでね、どっちかはわかりません。はい、えー、役者さんたちの えー、まあ、具合が悪くてね、代役も具合が悪いのか。はい。えー、もしくは、舞台装置に何か問題があって、直せないでいるのか。どちらかですね。まあ、どちらにしてもね、言いたいことは、わかりますよね。いろんな影響が出てきてるってことです。えー、まあ、舞台装置だとしたらね、例のね、えー、海のゲートですね。 あれの問題ですね。はい。えー、動線がなくなっているということなんで、電線足りないということなんでね。はい。えー、で、一回壊れちゃうと、代わりのね、えー、まあ、その丈夫な舞台用の、そういった装置を動かす、まあ、線というかね、そういうのが、もう見当たらないのかもしれません。わかりません、これは。まあ、とりあえずね、えー、22日ぐらいからまたあ、ちょっとやるみたいなんですけど、 延期はないそうです。はい。延期はないそうです。で、チケットの払い戻しやらないやら、いろいろとやってるみたいですね。いろんなところに影響が出てきてます。いろんなもののね。もしね、舞台俳優さんたちが具合が悪いってなったら、確実にね、えー、変な話なんですけど、主要な役者さんは絶対代役つけます。 はい。えー、まあこれ、舞台関係私もちょっとやってたんで分かります。はい。えー、何かあった時にね、対処できるようにって絶対するんですよ。はい。えー、特にね、こういった大きな東宝ですからね、はい、天下の東宝なんで、東宝ミュージカルなんで、えー、こういった大きなね、えー、まあ、なんていうのかな、ミュージカルの、ね、えー、 お仕事をされてる方っていうのは、まあ、じ絶対、あれ変な話ですけど、劇団四季にしろね、東方ミュージカルにしろ、代役ってつけてるんですよ。本当に。なんで、どちらかですね。まあ、どっちの可能性が高いとも言えないんですけど、どちらかです。代役つけてるんで、できないってことはないんですよ。で、代役も具合悪くなったらそれはできないんで、はい。 えー、なんで役者さんと代役さんが両方ともおちょっと無理なのか、それとも舞台装置の何かが悪くて上演できなくなってるのか、どちらかです。まあ舞台装置の問題だとしたら本当にまあ危ないんでね。はい、危ないです。あのー、4する可能性があるんで、えー、まあ開けられませんよね。はい。 えー、まあ、これ、これ、もしこれだとしたら、もう例のね、えー、海の、はい、海のね、ゲート、はい、海のゲートの問題が直接影響しているということです。まあ、どちらにしろね、えー、いいことではございません。とりあえず、この2つのね、ニュースを今日は締めくくりとしてね、えー、紹介させていただきました。 皆さん今日も一日お付き合いいただき本当にありがとうございました。そしてまた明日も元気なお顔で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。はい。良い夜をお迎えくださいませ。はい。 えー、一日、感謝感謝でございます。沖縄オババでございました。ちなみに、これはね、もしね、あのー、ブラックアウトでも起きた時にね、えー、塗ろうかなと思っている塗り絵たちです。えー、ちなみに、今日はこの猫ちゃんが食べているね、パンケーキですね。ホットケーキかなパンケーキかなはい、えー。今日の朝ごはんは、パンケーキを久しぶりに作りました。とっても美味しかったです。 それではまたごきげんよう。沖縄おばばです。